吉野鉄道電気1系電気機関車は、吉野鉄道が保有した直流用電気機関車の位置形式である。吉野鉄道の大阪電気軌道による九州合併大阪電気軌道を中心とした私鉄統合によって、関西急行鉄道を経て近畿日本鉄道へ昇継された。現在の近鉄吉野線は、 吉野京弁鉄道により1912年に鉄道院和歌山線吉野口駅から吉野駅間が開業し、さらに吉野口駅から高市郡方面に延伸し鉄道院桜井線、うねび駅へ接続するとともに輸送能力を増強するために全線電化することとして1923年12月5日に吉野口駅柏原神宮前駅間、 1924年11月1日には、柏原神宮前駅うねび駅間、計 12.8km が開通したものであり、合わせて電化も実施されている。この電化及び路線延長に際して、吉野鉄道では、木道電車であるて、派 1K8 両、手派 200K2 両、歩は 11K6 両、歩ほは 211K2 両とともに、貨物列車券引用として、 電気機関車を用意することとして、本校で記述する電気 1K1 から3号機の3両を1924年から1925年に導入している。本形式は、電気部分をスイスのブラウン・ボベリが、機械部分を同じくスイスのスイス車両エレベーター製造が製造しており、その際の設計要件は以下の通り。また、各機体の製造年ごとの基盤は、 以下の通り本形式は、車体の屋根を前方に延長して、ひさしとした全面形状、四隅の内上部2箇所に R がついた窓、大型のパンタグラフ、独特の形状の配照器など、スイス製電気機関車としての特徴を備えているほか、他のスイス国内向けの突型電気機関車にもいくつかの事例がある、前後のボンネットを左右に分割した形状として、中央に貫通路と、 手電動起点剣口を備えた形態となっていることが特徴となっている。書籍雑誌、ありがとうございます。